はい、録画始まった。はい、本日のスタちゃんは、スターレルムズを紹介させていただきます。ここから YouTube に載せるんでですね、皆さんコメントの方どんどんよろしくお願いします。まあ、もちろん、漏れなく YouTube の方にアップされますのでお楽しみくださいな。PC 版このゲームもともと、カードゲーム版という形で、13年の12月に、リリースされておりまして、14年の7月に、PC 版なりですね、Android 版なり、iPhone 版なり、MacOS 版がリリースされた形になっています。プレイをするだけだったら、体験版は無料ですが、5ドルお支払いいただくと、キャンペーンモードが、追加するキャンペーンモードの、難しいやつが追加されて、オンラインでオンラインの対戦に、ランクマッチがつくっていう形で、まあ、元々無料版でも、対戦できるんですけど、まあ、オンライン版が、オンラインで、より、ランクマッチで遊べるようになったり、あとは、5ドル払うとですね、PC 版でも、Mac 版でもですね、Android 版でも iOS 版でも、フルアクセス可能という形で随分と、太っ腹なゲーム展開になっています。なので多分この の PC 版がおそらくそのスターレルムズ の, そのパッケージ版、物理版ですね、ハードゲーム版を売るための音がでかい。ちょっと待ってね、この PC 版を売るためのじゃあ PC 版でカードゲーム版を売るための一つ の, その教材っていう風な意味合いも強いのかもしれません。ですが、まあ、ゲームのコアエンジンが、すごくよくできているので、まあ、普通に一人で遊ぶんだったら5ドル払って、チクチク遊べばいいかなと思ってます。で、この、まあ、発売してすでに、半年以上、経つわけですが、なんで今更紹介するのって言われるとすごく難しいんですけど、実はですね、3月5日に、PC 版の、あ、PC 版じゃなくて、ビデオゲーム版の、拡張パックが出ます。4ドルで、ギャンビットエクスパンションを、4ドルで、ギャンビットエクスパンションが買える形になってますので、今回そのギャンビットエクスパンションに合わせですね、先にこの、ベースエンジン、無印版の方を紹介してですね、まあ、できるだけ、まあ、ギャンビットエクスパンションの方も加えてですね、このスターレルムズっていうゲームを、興味持ってもらおうという形で、考えて、放送させていただきます。あとですね、確か2月の25日だったかな、ボードゲームギークっていう、ボードゲーム情報サイトのボードゲームギークで、2014年のボードゲームの2014年ボードゲーム大賞の2人用ゲーム、いった 1V1 のゲームの、1V1 のゲームの、対象という形で選ばれました。ので、まあ、それも合わせてですね、まあ、ボードゲームギークがその権威持ってるだけじゃなくて、まあ、一応そのボードゲームポータルという形で有名っていうだけなんですけど、まあ、その有名な、レビューサイト、レビューはしないかな、ポータルサイトの方でも、ポータルサイトの方の、まあ、投票かな、なり投稿でですね、一応でいいかな、なんですけど、まあ、2014年で、まあ、2人用のボードゲームだったら、これっていう形でですね、スターレルムズが選ばれた形になってますので、まあ、その辺の合わせでですね、まあ、2014年ボードゲームギーク、2人用ゲーム大賞のですね、ゲームデザインについてですね、まあ、つくとみんなで感動しようじゃねえかっていう話で、今回紹介させていただきます。ご視聴いただいている方にですね、デッキビルドタイプのカードゲームについて、詳しく知らない方もおられるようなんで、改めて、ハウトゥープレイで、少し説明をさせていただきましょう。ゲームベーシックから。はい、Welcome to the Star Realms チュートリアル。敵と味方どっちもこのヒットポイント50ありますね。こいつを0にすれば勝利です。んで、手札がこれ、で山札がこれ、で、ディスカード、使用したカードはここに溜まってます。で、赤いポイントは攻撃力として加算されます。じゃあ、カードに関しては、確か左クリックじゃなくて右、左クリックをすると、拡大してくれます。左やったっけ？右クリックか。
まあ、このような形で、宇宙船なり宇宙艇なりですね、宇宙戦艦がたくさん出てくるゲームなんで、まあ、SF が好きな方でしたら SF なりですね、宇宙ゲームが好きな方だったら割とキャッチーな、デザインになってますから、この辺は結構ポイントとして高いですね。これが中世の農民とかだったら僕あまりやろうという気になりませんでした。赤いポイントはコンバット。じゃあこいつをこのバーにスライドするとプレイしたっていう扱いになります。じゃあ攻撃ポイントが1ポイント余りました。でこの攻撃ポイントを使って、相手をダブルクリックすると殴ります。でこれを50回繰り返すって言ってんのよ。次黄色いカード、黄色いカードお金です。でお金も場に出すことによってお金がポイント貯まってきます。ちなみに手札のカードは、使用の制限ありません。何か使用するときにポイントをつかなくちゃいけないのにどうこうないです。なんでもプレイオールってボタンを押せば全部勝手に使ってくれます。で4ポイント貯まりました。でこのトレードポイント4ポイントで、こちら市場からですねカードを購入できます。この、売り物になっているカードはここに、お金の価値が書いてます。これだったらトレードポイント1ポイントで、1ポイントあったらカードが引っ張ってこれる。こういう風に引っ張ったカードはディスカードポイントエリアに移される。で、あとまあこの残ってるトレードポイントでとりあえずカードを買うだけ買っといて、で、トレードポイントのとコンバットポイント全部使ったら、ターンエンドするとディスカードに全部送られる。相手もこれは一緒で、こういう形で相手がカードをピックしていくという形でですね、ピックアップしていったカードもディスカードフェーズに入れられて、山札を全部なくなってから、ディスカードしたディスカードの山をですね全部シャッフルしてもう一回山札にするって形で、同じ山札を延々と使い続ける、形になってます。で最初に持ってるのが、無価値って言ったらただのカードなんで一番安いです。でそのカードで50カードがデッキに入るのね。そうそうそう、だからマジックの場合やったらここで山札とここでプレイして、で勝てなかったらショップに行ってタルゴモイフください、タルモゴイフください、タルモゴイフください、タルモゴイフくださいって形ですね、で1万円と2万円するカードを買ってデッキを強化していくっていうのがトレーディングカードゲームでした。でその言ったらその負けて悔しいからタルモゴイフを買うっていう工程をゲーム内に加えたのがデッキビルドカードゲームになってます。デッキをビルドするデッキをビルドするカードゲームになってます。でカードには、横向きのカードがあります。横向きのカードは、プレイをすると横向きに、置く形になって毎ターンこんだけの、あ、なるほど、ありがとうございます。毎ターンこんだけ効果がやれる。でここはまあステーションですねは、この体力があるのでこの攻撃力を使ってこのステーションを破壊していかなくちゃいけません。そうしないと毎ターン毎ターン有利な攻撃されるからね。で白いのはステーション、黒いのはアウトポスト全勝基地になってます。で全勝基地が出てると、相手を殴れないので全勝基地を先に壊さなくちゃいけません。で全勝基地があるときは全勝基地しか殴れないのよね。じゃあ6ポイント使ってドンと攻撃で、白い方のステーションは別に全勝基地じゃないから、プレイヤーを直接殴れます。あとはカードはストラテジーしてるやん。そうそうそう、まあ宇宙ストラテジー、まあ割とその辺の宇宙ストラテジーゲームのノリを、うまくですね、まあ、デッキビルドカードゲームのとうまく導入してる形になってますね。4X でいうところでいうと最初のこのトレードカードを出すっていうのがまあ探索に当たる、じゃあ間違った、入植に当たるんかな、拡張か、拡張に当たる形で、でからカードを買っていくっていう工程が開発に当たって、そして相手を殴るのが殲滅に当たります。
で、4X の探索がどこにあるかっていうと、まあ、はっきり言うとですね、ないですね。市場ですね。なんで、カードシャッフルが、探索に当たりますので、探索は自分でできないっていう点で 4X ではありません。ですが、まあ、宇宙ストラテジーと雰囲気近いっていうノリがありますね。どんどんカードを買って強くしていくっていうところは。カードの中には、ディスカードすることによって効果を発揮するものがあります。もともと出すだけで5ポイントあって、あるのにさらに、ディスカードをすると、さらに追加で効果が得られる。しかし、ディスカードをすると、こういう形でポイッと捨てられて、ディスカードファイル、言ったらその捨て札に入らないので、山札全部なくなってシャッフルするときに、そいつは戻ってこない形になります。だカードを破棄して効果を使うという形ですね。じゃあステーションピックアップしよう。最後、3つ目は、スクラッピング。ここからが、先ほどの2つはですね、デッキビルドカードゲームの、特徴になってました。ここからが、そのデッキチューニングカードゲームの話になってきます。嫌なカードがあったら、ディスカード、してもいいっていうような形で書いてますね。で、こいつをこのままプッと、ディスカードファイルに置くと、カードを捨てます。とはいえど、カードを捨てるっていうのは別に、自分でやるっていうのは、あまり得策ではありません。てか、何も得られませんからね。敵のカードの特殊効果で、カードを捨てろっていうふうに強制されて捨てるケースがほとんどです。だから、カードの効果の中には、あ、これは、あれか、コンビネーションか。同じ色のカードが出ると追加効果が発生するっていう形になってます。で、ここね、ちょっと説明の順番が悪いんやけど、まあ、その、コンボですね。同じ色のカードを出すと追加効果が発生するっていう話の前に、さっきその、カードをディスカードするっていう部分を説明せなあかんかったはずやねん。例えば、このカードで言うと、You may scrap a card in your hand or discard pile って形書いてあって、その、あなたはカードをスクラップすることを選んでもよいという、効果になってます。大抵のゲームで言うと強すぎるカードっていうとカードを生贄に捧げてからプレイするっていうケースがあるんですけど、今回のこのゲームに関しては、何かを使用カードを使う、手札のカードを使うとき何かを要求されるってことはありません。全部が全部特殊効果になってます。で、この赤いこのトレードポートとの特殊効果は、ディスカードパイルか手札か、捨て札のカードを1枚ディスカードしてもいい、スクラップしてもいいって形になってる。じゃあ、スクラップしましょう、こいつを。で、このスクラップっていうのが、どういう効果になるかっていうのを、こっからがですね、デッキチューニングの肝になってくるんですよ。例えば、10枚デッキがあって、ちゃうわ、例えば、50枚のデッキと100枚のデッキっていうと、その、例えば、キーカードが4枚、1枚入ってる50枚デッキと、キーカード100枚1枚入ってる100枚のデッキっていうと、キーカードを引いてくる確率っていうのが2倍になるのよね。なんで、カードの札が、山札が少なければ少ないほど、キーカードを引いてくる確率が上がるのよ。時代遅れのユニットを破棄するようなもの？そうです。言ったらもうある程度成長してきたら、こういう、言ったら無価値。ちょうど面白いもんで、ここ価値がないのよね。これ価値がないカードを引いてきたら手札の損なんで、こういうカードをどんどん処分して強いカードばっかり引いてくるっていう、引いてくるようにするのがデッキチューニングになってます。今回で言うと最初にある札っていうのがこの、ポイントがついてないで、それに対して市場から買ってくるカードは全部ポイントがついてるって形なんで、まずはデッキの平均ポイントをどんどん上げていくようにカードをディスカードしていけば、デッキはどんどん強くなります。たらそのデッキパワー上げるんよね。あ、もうちょっと次開け行くからもうちょっと待ってね。次開け行ったらもうちょっと説明を続くんじゃよ。次開け行った。
はい、次枠です。マジック・ザ・ギャザリングにおいても、60枚、最低60枚っていう制限があるので、逆に言うと最低60枚に近づけば近づくだけ、キーカード、強いカードを引っ張ってくるって確率が上がるのよ。まあ、あとはお金払うって形ですかね。まあ、お金払うにしてもそうだけど、例えば、より、この、カード1枚付き1点じゃなくて、こういう2点とか、トレードポイント2点手に入るカードとかも。買わないんだよね。あれあんまり好きじゃないから。うん、セル要素はないけど、まあ、自分が取らへんカード、相手が取るっていう形で考える形になってくるから、そういうカードの取り合いはあるよね。セリカードないです。もうこのカードの価値はここに決まってる通りなんで、8ポイント払ったら8ポイントのカードが手に入るって形ですわ。で、こういうポイントがないカードをどんどんディスカードしていくことによって、どうもこんばんはです。テクノカイザー、なんかどんどんすごいことになってるな。まあこういう形で、ポイントですね、パワーが低いカードをどんどん、スクラップ、していくことによってデッキは強くなります。でさらに言うと、今回で言うとこれで一通りこういう価値のないカードを全部捨て切ったら、今度は自分がこのカードでコンボが発生しやすいように色を揃えていくっていう形ですかね。まあデッキの中に4色含まれてたら、そのうちから何色か、多分あんまりその色の数が少ないカードがあると思うんで、今度はそいつを省いていって、でカードをどんどん循環していって、コンボが発生しやすいようにする。この場にステーションも含めて同じ色のカードがあったら追加効果が発生するっていうシステムになってるから、そういう形でカードのシナジーを今度効率を求めていく。カードの価値をまず、カードの価格をまず上げる。そしてカードの一巡してもペナルティはなし？なしです。もともとデッキビルドカードゲームはデッキが一巡するのを前提に作ってるんで、でカードをピックアップしてきたら、このディスカード、なんだっけ、捨て札に入ってくるから、でカードの山札全部使ったら捨て札をシャッフルしてもう一回山札にするって形、何回も使い回す形になってます。というわけで、このベーシックと、ベース、これが、まあ従来のデッキビルドカードゲームでした。で今回ここのスクラッピング、これによってデッキをチューニングするという要素が入ってます。あとはまあこれ多分順番逆だと思うんだけどな、説明の順番。あ、カードのコンボが発生したって形で書いてるね。今回はカードの、効果ですね。ここに、終わって書いてなかったら、両方効果得られる。これだったら体力4ポイント増えて、トレードポイントも2ポイント得られる。こういう形でね。変わっていく自分のデッキ構成を覚えておかなくちゃ勝てないのね。デッキは、ちなみにいつでも見れるんですわ。敵のデッキ、PC。カードゲーム版がどうかわかんないですけど、自分 PC ゲーム版は敵のデッキも敵のデッキは見れないけど、敵の捨て札はいつでも見れますし、自分の捨て札もいつでも見れるし、自分の山札にあと何が残ってるかっていうのを見ることができますので、 PC 版じゃなくてビデオゲーム版の方が、その辺融通効いてるっていうか、プレイしやすくなってますから、そこまで覚える必要ない。これは何だったっけ、ブローブワールドは、あ、そっか、アビリティ、チョイスか、こいつは。で、こいつクリックすると、どっちの効果使うか出てきて、アタック5ポイントか、次何引くかまでは分かりません。山札に何が入ってるかってまでは分かるけど、次、どの順番で入ってるかっていうのは謎です。このカードで言うと、まあ、カードの一部は、出すだけで両方カードの効果を得られるってやつがあって、その一部、もう一部は、どっちかを選ぶっていう、形になってます。今回で言うと、攻撃力豪華、ブロブ、緑のカードだったらもう一回引けるっていうのを何回も繰り返すやつですね。緑引いてこい、緑引いてこい。
このカードめっちゃ強いんよ。攻撃力7点でさらに、ブロブでコンボが発生したら、このカードを出すだけで無料で、1枚ピックアップして、さらにそのピックアップした、カードをですね、ディスカードファイル、捨て札じゃなくて山札の一番上に置くっていうふうな、あのアホみたいなカードですという形で、カードの価値が上がるとどん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 効果上がります。このブロブワールドだったら、エゴクジラわらわらそうそう、こいつはあの生体兵器っていうか、生物異星人の、国家になってるんですよ、このブロブってやつは。これだったら、ブロブのカードじゃない、ブロブのカードが、出たらもう一回カードが引けるっていう、1枚カード引いて、そいつがブロブだったらもう一回引いていいよっていうのがむちゃくちゃカードです。そうです、ピックしてアップするっていう形ね。これだったら、毎ターン3クレジット3トレード手に入って、さらにカードを、スクラップにすると、カードを1枚を引いてきた上に、さらに好きなベースを1個破壊できるっていうのめちゃくちゃなカードですので、カードの価格が高ければ高いほど、強い効果が得られます。これだったらアタック5にさらにプラスでドローカード1枚さらに余分にカード引いてくる。さらにコンボが発生すると対戦ちゃんと設定とかバックグラウンドとかあるの？あるよ。ゲームのマニュアルにはないんですけど、公式サイトに行ったらあります。公式サイトに行ったら詳細設定が読める形になってますので、設定が好きな方はそっちをお楽しみくださいな。まあ後でその辺も加えて説明しましょう。で最後、敵の AI をヒットポイント0、敵をヒットポイント0にすれば勝利になります。で PC 版ではこの自分と対戦相手の2人しかプレイできないんですけど、物理版だったら、マルチプレイ3人以上のプレイも可能になります。ただし3人以上でプレイするときは、その例ごとにですね、デッキじゃなくてカードセットを買ってくださいって形になってますけど、これ本来だったら多分このスクラッピングを後に持ってくるべきだったと思うんよ。そうしたら、1,2,3 までで普通のデッキビルドカードゲームなんだったけど、4番目でデッキをチューニングするカードゲームって形で新しい要素を進めてきたと思う。ここでちょっと順番が逆なのは、どうかなと思う。でリードルールブックってやつをクリックすると、あのサイトに行ってですね、ルールブックそのまま読めるんでそっちを直接読んでもらう形になりますね。カードギャラリーもこういう形で揃ってまして、それぞれ細かく説明が読みます。まあ、ちょっと単純に説明しますと、このスカウトシップと、このバイパーは、初めからいる辺境の惑星の警備員だと思ってください。でその辺境の惑星同士で、戦争が発生しちゃったんで、一番その宇宙にいる4つの、国家というか派閥から、カードを買ってきて、でそれで戦争し合うって形になってます。あのエクスプローラーもこれも、お金はかかるけど、別にどこにも所属してませんね。まずは、ブロブ、この、緑の無限大マーク、まあ、目玉マーク、こいつは、人類が初めて衝突した異星人になってまして、まあ、のゼラチン質の、体の作りになってて、なんかグニャグニャしたものが中に入ってるって形ですね。こいつのものがうん。バイオシップはやっぱ重要やと思うよ。でこいつらは基本的には人類と敵対はしてるけど、人類と一部、交易をしてるっていうところもある。で、特徴としては、特徴っていうかここの特殊効果のなり基本的なステータスとしては、攻撃力が高くて、あとあの市場のカード、今売り物になってるカードの一部を、破壊するっていう風な、効果を持ってる。たら相手に取られたくないカードを捨てたりですね、自分が今引っ張ってこれるカードがなかったら、その今出てるカードを捨てて新しいカードを出すっていう風な、能力を持ってるのがこのブロブですね。で次に、
トレードフェデレーション、一応人類で一番でかい派閥になってる、主にそのトレードが強い、まあ、トレードフェデレーションって言ってるだけあってね。あとヒットポイント回復しやすいっていう効果がある。というか多分ヒットポイント回復するのこれ多分トレードフェデレーションしか持ってないと思う。購入できるカードはターンごとに変化はしません。自分で引っ張ってこなくちゃいけない。だからたまたま高いカードばっかり出てるときっていうと本当どうすればいいのか悩むんだけどね。まあそれに関しては後で説明します。トレードフェデレーションは主にヒットポイントを回復したり、お金を得るのが強い、てか多分そっちの能力がメインかなになってます。でマシンカルト、これはフェデレーション と、ブローブの戦争が始まって、まあ、取り残された辺境の惑星まあテックですね、トレードなんだったっけ、トレードエマージェンシーなんとかだっけ、なんとかだった、思い出せない。まあそのシーズンオブストラインペイでいうとテックですね。これがトレードフェデレーションで、マシンカルト、これはトレードフェデレーションの辺境が、自衛のためにですね、どんどん自衛のためにですね、割とその、ま、自衛のために独立した、辺境の方々になってて、マシンカルトって名前がついている通り、まあ、ちょっと宗教的なというか、イデオロギーが結構強く出た、流れですね。イデオロギーでつなぎ、結びついている、国家の方でございます。で主な特徴としては、まあ先ほどの説明であったスクラッピング、デッキのいらないカードを処分するという効果、が、主にメインです。あとは攻撃力が高いですね。だからアウトポストが強い。アウトポストが強いんじゃよ、とにかく。てか、ここアウトポストしかないなよ、見たら。アウトポストあれですわ、破壊しないと本体殴れないっていう盾ですね。このアウトステーション、まあ、レベル8じゃなくて、8点が一番高い、カードなんだけど、このブレインワールドがすげえ強くてさ、その、恋の効力がカードをスクラップしたら、もう1回に2枚カード引けるっていう風な、むちゃくちゃなカードで、いらないカードをどんどん処分していって、さらにカードをどんどん引いてくるっていう風な、結構、やばい性能を持ってます。最後4カ国目、スターエンパイア、これはそうですね、また同様に、フェデレーションとブロブが戦争を始まって、辺境に取り残された惑星がですね、帝国化した形になってます。今戦乱の時だから自分で帝国作ろうぜって形で帝国作ったのが、スターエンパイアになってます。でこいつの主な特徴はカードドローとですね、相手の対戦相手のカードの手札を捨てさせるっていうカードディスカード、カードを捨てさせるという効果が主にメインになってます。でそれぞれ、同じ色のカードを集めれば特殊効果が発生しやすくなってどんどん強くなるって形なんだよね。なんだけど一つのカードだけだったら全部できる、一つのカードだけでは全部足りないのよ。例えば、フェデレーションなんかで言うとカードがコンボしないと攻撃が発生しないんで、やっぱどっかの他の国家のカードを買ってって攻撃力を増やしていかなくちゃいけない。逆に言うとマシンカルトなんかで言うとお金を稼ぐっていうカードがあんまないもんだから、お金を稼げるカードをどっかから引っ張ってこなくちゃいけない。スターエンパイアなんかで言うと手札を相手にさせるって効果があるから地味にボディーブローみたいに効いてくるし、あとカードがコンボするし、あとレベル8の能力がちょっと頭おかしい、フリート HQ、艦隊本部、全てのカードに攻撃プラス1っていう風なむちゃくちゃな性能ついてます。でこういう硬いステーションが出てくると普通のまあマシンカートだったらまだ攻撃力あるけど、
まブロブは、コスト安くて、攻撃力が高いというカードがたくさん揃ってるから、ステーションがうざくなってくる前にブロブのカードを手に入れといて攻撃しやすくするっていうのはいいですね。攻撃力6点っていうと他のカードだと言うと多分7点とか8点あたりじゃない、6点から8点あたりじゃない、6点か7点ぐらいじゃない出てこないんですけど、ブロブは結構その辺攻撃力安いです。こういう具合 で攻撃力が高ければそんだけステーション破壊しやすくなるから、ステーションって放置すれば放置するだけ損するのよね。だいたいステーション出した1ターン目の効果で他のカードと同じぐらい効果が得られる上に、そのまま壊さないと場に残っちゃうから2ターン目3ターン目になっちゃうと、そんだけ、リソースのアドバンテージがついちゃうのよ。そういう強力なステーションを破壊しなくちゃいけないから、ブロブのカードは必要になってくるって形で、1種類のカードで揃えるっていうのは難しくて、大抵何種類か、多分幅広く4種類なりですね、強いカードだけピックアップしていくって形になると思う。でそれらを、カードスクラップしていってどんどん、デッキをチューニングして、最終的にデッキを作った後、勝てるデッキを作った後、勝つためにデッキをチューニングしていくという工程が発生してるのよ。そこがドミニオンなり、ハート・オブ・クラウンとちょっと違いますね。ハート・オブ・クラウンなりドミニオンは、もともと勝てないデッキがあるから、それを、プレイしていくことによって勝てるデッキにしていくっていう、デッキをビルドするまでの工程だった。だけどスターレルムズの場合はもともと勝てるデッキでプレイしてるんだけど効率悪すぎるから、いろいろカードシナジーなりですね、カードパワーを、デッキパワーかな、デッキの中に含まれている、カードの、価値の平均値を上げるために、いらないカードをディスカードしていくっていう形でチューニングを繰り返していくという、勝てるために大会に勝つためにチューニングしていく、マジック・ザ・ギャザリングのプロプレイヤーが作ったゲームはデッキをチューニングするゲームという形になってます。なのでこのゲームを一番適切に説明するとなれば、やっぱデッキチューニングカードゲームというべきでしょうかね。とまあそんな感じ、随分説明が長くなってしまいましたが、実際にじゃあ、プレイをしてですね、どういう風なゲームが進んでいくかって見てもらいましょう。先攻はカード3枚からスタート、後攻はカード5枚からスタート。自分の山札をクリックしたら何が入ってるかって見れんのよ。で同様に相手の山札にも、アウトポストは破壊されたら除外されるの？ステーションにアウトポストは自分がディスカードし、自分がその特殊効果を使うためにスクラップしたら除外されるけど、破壊された時は捨て札に入る。だから敵が壊してる分にはまだカードは残ってる形になります。でカードは特に使用する制限、使用するための条件とかいらないんで、このプレイオールっていうボタンを押せばゲームは進みます。でとりあえず相手1点殴って、でからエクスプローラーを手に入れましょう。手っ取り早くお金が貯まるカードですね。でさらにステーション壊すときに攻撃力足りないってなったら、エクスプローラーを捨てて、エクスプローラーをスクラップにすれば、攻撃力が2点手に入ります。先行は先にカードを引けるけど、後攻はたくさんお金持ってるって形です。何引いた。あーもう勘弁してくれよ、リサイクルステーションかよ。自分の手札を2枚ディスカードして、そのディスカードした分だけドローしていくって形ですね。これで、手札に入ってるゴミカードをどんどん強いカードにしていくっていうクッソ強い、カードです。死ねばいいのに。あー何引こう、とりあえず、まずお金だな。いやでも次のターンにあれだ、ステーションが出てくるから攻撃力を確保しておかないと、いつまでたってもいいように殴られてしまうから、攻撃力確保できるようにしておこう。あ、いらっしゃい。今回はデッキビルドカードゲームだよ。物理版で売ってるカードゲームなんですけど、これ実はビデオゲーム版がありまして、ビデオゲーム版はちなみに5ドルで販売してます。無料版だと一番、もちろんそれはあるけど、それはマジック・ザ・ギャラリングにしても同様、
で、なんで、プロプレイヤー勝つかっていうと、どのカードが来ても勝てるように、デッキをチューンアップしていくのよ。で、それがカードをディスカードしていくことによって、チューンアップしていく、マジック・ザ・ギャザリングと同じようにですね、今この山札があるんだけど、言ったらこういうのが全部取り除けば取り除くほど、強いカードを引いてくる確率が上がるのよね。こういう何もポイントがないカードをどんどん捨てると。なんで引きは影響あるけど、その引きをコントロールするためにカードをデッキを調整していく、デッキチューニングの部分がすごく強く出たカードゲームになってます。殴っといて、やばい。ジャンクヤードや。これは捨て札なり手札のカードをスクラップにしていけるっていうカード。あー、敵の手が進みすぎてんな。てかお金のカードが引けへんからな。お前はステーション引こうか。これですわ。リサイクルされまくった。で、リサイクルされて、イランカード捨てられた形やね。で、アウトポストなんで、さっきこいつ殴らなあかん。まあ、絶対殴るんですけどね。で、今回で言うと、こういう形で、同じ色のカードが2枚あったから、ここでコンボが発生します。できないです。ダメージも、このトレードポイントも全部使い捨てです。で、ちなみにこの5枚はあのカード市場なんだけど、エクスプローラーは何枚でも引いてこれんのよ。だから2ポイントあったら確実にどん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 自分のスカウトをエクスプローラーにしていって、トレードはどんどん増やせる形になってる。まずはやっぱりお金欲しいですね。ジャンクヤード壊すな。ジャンクヤード壊すなあかんな。待って待って、金足して、よし、これでやっとカードをチューニングするスクラップの効果があるカードを引っ張っていきたいけど、こいつも欲しいねんな。カード、ディスカード、コンボあるしな。で、あと5枚やろ。で、今ピックアップしてもここに入るから、あの山札を全部使い切らないと出てこないのね。だから山札がたくさん残ってる状態でディスカードしても、じゃピックアップしてもなかなかそのカードプールっていうか山札に入ってこないから、だから山札っていうかカード全体を減らせば減らすほど、言ったらそのピックアップしきたカードをすぐ使えるようになるのよ。お、ラッキーコンボで、ジャンクヤードがあると向こうのデッキのチューンがどんどん進むから破壊したいんで、破壊したいんですけど攻撃力足りないんで、ここは泣く泣く。あー、これ壊してまでな。あー、どうしよう。壊すべきや。
こういう状況ないの避けたいわけよ。このスカウトが8枚あるから、このスカウト8枚処分しないと。デッキの構成枚数って何枚なの？デッキの構成枚数は初期は10枚、このスカウトが8枚と、バイパーっていうこの攻撃するやつが2枚で10枚ですね。で最大はないです。で、あればあるだけ言ったら、そのコンボが発生し しにくくなるから、ある程度絞っていかなあかん。だからカード増えすぎたら、カードを絞っていかないと強くならない。これな。まあ、黄色攻めよ。だから、青も今カードあるから、あと3ポイントか。じゃあ攻撃力あるから、ブローブ引っ張ってきて、これでいいわ。で、山札なくなったら、こういう形で、ディスカード、捨て札をシャッフルして、山札に入るっていう形ですね。なんで今、この段階でピックアップしてきても、この山札16枚使い切らないと、ピックアップしてきたカードが、使えないのよ。だからなるべく山札を少なくしていかないと、ピックアップした強力なカードをどんどんどん使っていけなくなるんだよね。何言った ?5 か。5やったら勝てるやろ。よし、ディスカード2枚したし、まあ、攻撃10あるし、さらにコンボも発生したから、これは強いわな。4あって、で、さらにコンボ発生し2。うん、あのクジラは強いの、そこ。あのクジラは、ピックアップしてきたカードを 山に直接入れるから、めちゃくちゃ強い。あ、これのカードも強いねんな。ステーションが、あ、ちゃうわ。このカードを使ったターンは、ピックアップしてきたカードを、デッキの上に入れるっていうカード。貨物船。超強い。あかん。スクラップされた。無得みたいにレアなカード所有してるって自慢はできないゲーム。いかやく。うん、できない。うん。もともと、カードプールっていうか、カードセットは決まってるから。あ、やっと得た。これこれこれ。これでいらないカードを捨てるわけよ。これで出して、で、スクラップするカードを選べ。手札じゃなくて、捨て札からスカウトを消していく。ことによってより強いカードを引く確率を上げていくわけね。7ポイント。よし、8ポイント。ああ無理や、たまらへん。惜しいな、コマンドシップ。スカートが多すぎんねんな。ステーションどんどん拾っていくよ。とも、このような形で、徐々に、はじめ10枚やったカードが今19枚、じゃなくて、24枚まで増えてます。となると、こういう強いカードをどんどん使いたいから、この辺とかはどんどん処分していきたいし、エクスプローラーどんどん使っていって、処分していきたいですね。
で、まあ今のところゆっくりと、それぞれ、各とは何してるかって説明しながらプレイしてるんで、ちょっと時間長めになってるんですけど、慣れてくると、ワンラウンド、1戦10分ぐらいで終わります。ので、携帯でプレイする分にはすごく、楽しいゲームです。あかんな、これ壊されるの確実やな。5ポイントで買えるもんないし、まあ、壊されへんかったらメッケモンって感じかな。どんどんステーションピックアップしていって、今スクラップしてもダメだから、あーどうしよう。絵は11や、交換や。あかん、リサイクル出た。スクラップとリサイクルコンボが強すぎる。よっしゃ、コンボ発生したよ。ステーションもコンボあるし、さらにこいつもコンボあるし、でディスカードできるし、でめちゃくちゃいいことずくめですし、さらに体力もちょっと増えたね。トライドスクピックアップできるんが、コンボのこのカードしかないんか。まあでもどっちも壊せるから壊したらええわ。これでしばらく出てこへんし。あかん、あかん、コンボしすぎ、つながりすぎやろ。あ、いった、24ダメージ、ダメージがでかすぎる。殺せるかな。あ、足りひんな、これあかん。途中からのスピード感がやばい。うん、どんどんそのカードプールが増えてくるごとに、ゲームのカードパワーが上がってきて、どんどんコンボが発生しやすくなりますね。でさらに向こうはスクラップヤードとジャンクヤードを使っていらないカードを早いうちからどんどん処分していけたんで、うちよりもデッキの効率が良くなってる。あんまり処分できないな。とはいえどだいぶ処分できてるはずやと思うで、カードプールで言ったら多分こっちの方が強いと思うんやけんな。まあでも、そっか、先に処分しなあかんのか。スカウトを処分してと。まあ無印のカードを処分していったら強くなるのは間違いないっすわ。かな、これが5点。で、もうエクスプローラーも捨ててもて、より攻撃カード引けるようにしといてと。あかん、あかん、死んだ、負けたー。あー、負けた。こっちの方が効率悪かったってことやね、これは。スクラップヤードが自分のいらない手札を捨ててこれるから、強いカードばっかり毎回毎ラウンド使うっていう効果もあるし、山札をたくさん消費するだけピックアップしてきたカードをすぐに使えるようになるっていう効果もあるから、そういう形でデッキの早回しって結構大事なんよ。じゃあ次ハードランクで、ハードランクになるとよりそのステーションなりカードの使い方がより最適化された動きになってますね。
これはステーション2つあったら2枚カード引けるってやつ。で、押し村区は BGM の種類が少ないことだよね。ここは正直残念かなってやっぱ思うな。もうちょっと BGM がたくさんあったら賑やかになると思うんですけど。なんで拡張パックが出た時はね、拡張パックを買ったらゲーム中の曲が増えるって なるだけでも全然爽快感変わるんやけんな。正直そろそろ、まあ、お金が手に入るステーション欲しいからな。で、まあ当然のごとくこのゲーム確実に勝てるゲームじゃないのよ。やっぱりそのここにマーベルのダイスゲームに興味があるんだけど、どんなのか知ってま、いかやく。マーベルのダイスゲームに興味がある、それはちょっとうち知らないですね。よしよし、どっち取ろう。これも強いな。毎回2ポイント手に入って、そのピックアップしたカードを上に入れる。でこれか、カード効果がドローカードをしたら、ディスカード1枚するって形かな、ハンドから。これも強い。いきなり7ポイント手に入った。これも強いし、まあとにかく7ポイントまで来るとやっぱ強いですね、カードが。これなんかで言うといきなり山札に直接ピックアップできるから、そのまますぐ使えるっていう、聞いたカードを即使えるっていうクソみたいに強いカードです。まあこっちかな。いや、ハードランクの AI になると多分僕5回に1回ぐらいしか勝てないですね。もちろんカードをディスカードしなくても、どんどん強いカードを優先的にピックアップしていけば、それだけどん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 カードのパワーは上がっていくんで、全くディスカードしないっていうのも一つの方法ではある。で、序盤はステーション出された時に破壊するのがしんどいっていうのもあるから、攻撃力増やしたいってのもあるし、早いことお金がたくさん手に入るカードを手に入れたいっていう気持ちもあったりするって形で、相手のピックアップしていったカードに合わせてどういう戦略を取るかっていうのを考えていかなくちゃいけませんね。それが AI のランクが上がれば上がるほど、どん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 効率化されていって、カードの使い方がどんどん上手くなります。多分ハードランクの AI になったら、多分状況に合わせてそのカードのこの状況 A やったら何ポイント、状況 B やったら何ポイントって形でカードごとに多分その優先順位が多分ついてるんやと思うんや。で、できるだけデッキのその平均値を上げていくっていうゲームスタイルは多分変わらへんから、このデッキスタイル、デッキの平均値を上げていくっていう点で、このカードがヒットポイントなり、相手の持ってるピックアップしてきたカードに合わせて、状況を切り替えて、ほんでから、カードの効率を上げていくっていう多分、プログラムになってると思う。で、ノーマルランクとハードランクの AI は、5ドル払わないとプレイできないんですけど、一応、この、スターレルムズは、カードゲーム版の方は、ボードゲームギークっていう、ボードゲームのポータルサイトの方で、やった8ポイント。しかもカードが、2枚引けるってクソみたいなカード。クソみたいなカードゲットぜ。一応ボードゲームギークの方で2014年の、2人用カードゲームでは、対象取ってるし、その他でもいろいろレビューサイトの方で評価されてますね。
で、この辺とか、使うだけでターゲットベース、対象のベース壊されるから、このカードを破棄しとこう。で、ドミニオンタイプのこの辺のデッキビルドカードゲームって言うと、以前は流行ってたんですけど、今はそれほど流行ってるって感じないですね。やったー。お前出てくるの遅いね。今出てきても破壊されるだけやろ、これ。手札から捨てなあかんからね。1枚引いて1枚捨てるやからね。まあでもスカート処分できたからええんかな。カードパワードン。この辺とかもベース壊された上にスクラップカードされるから、もうめんどくさいからこっちで引いとこう。今のところまあ順調やと思いますよ。こっちの方がカードシナジー高いっていう点でね。何引いた？あー、これか。まあ今のところこっちが最初に、お金結構貯めれたん でそのカードを使って言ったらこの7点とか8点とかいう風なあのクソみたいなカードをバンバン使ってるんで、かなり優位に物事は進められてますね。子供が集まって近所の店でカードゲーム大会がよくあってるんだけ、いかやく。いい環境ですね。このクソみたいに強いカードを先に引っ張ってきちゃうんだよ、俺は。あと2枚。あー、どっちもあかんな。怖いからやめとこう。姫路でも確か、平日の夜にカードゲームしようっていう風なイベントがありますね。おっさんのコミュ力から半端ねえな。まあゲームは等しくみんなを子供にしますからね。逆に子供やったらお金がないからゲームができひんっていうのをおっさんのマネーパワーであの子供に英才教育を施すとできますからね。特にやっ�ぱボードゲームスターレルムズのカードゲーム版は、14ドルって形で15ドルかな。だけど、2、3セットぐらい欲しくなるはずなんで、そうなると30ドルとかいっちゃうし、僕が以前、去年紹介したコンタムだったら、60ドルとかしたりって形で、結構、ボードゲームって高いんですよ。で、それがプレイする人数であったら15ドルで済むって形で考えたら安くつくんですけど、結局金払うは一人やから、やっぱタコつくんですよね。だからボードゲームを始めると、ボードゲームコミュニティにやっぱ入りたくなりますわ。やっぱ持ってるゲ、自分が持ってるゲームを遊びたいってのもあるし、の人に、が持ってるゲームを遊びたいってのもあるからね。さあ、それで、ようやくディスカードの出番じゃよ。マシンベース。こいつは、カードを1枚引いてって、手札から、ディスカードするってカードです。こいつカードを使う前に使うことによって先に引いてきて、ディスカードいらんって言ったら。はい、いろいろカードたくさん引いてきました。内訳説明しましょう。こいつはベースが2枚あるとカード2枚引いてくるっていうクソみたいなカードです。っていうか、このゲーム基本的にクソみたいなカードのぶつけやから。で、さらにこいつは、2ポイント手に入って、今回引いたカードを、デッキの頭に持って、山札の頭に持ってくるっていうクソみたいなカードです。っていうか、基本的にクソみたいなカードしかないです。リサイクルステーション。こいつは、カードを2枚ディスカード。手札から2枚ディスカードすると2枚カード引いてくるっていう、こいつもまたクソみたいなカードです。もちろんこいつはトップですね。あれ？おかしいな。次のターンか？有名プットネクストシップ、船だけか。船だけや。じゃあこれな。
イエーイ。ああ、じゃあ船だけな。あ、1枚だけか。残念。あ、アウトポストあるんか。まあ、しゃあねえな。別に、コンボが発生するステーションでもないし。10ポイント、まずい。ですよね。ただ、先ほど、クソみたいなカードを引いてきたんで、クソみたいなプレイしますよ。はい。こういうゲーム遊んでくれる友達がいない。あ、それこそやっぱボードゲームのイベントに探していくしかないですね。それか大阪やったら、3月14日の土曜日に、ウェボという、ウェブスタっていう、レンタルスペースで、ウェボっていう、ゲーム大会がありますんで、そこやったら、確かバウンサーと鉄拳3の、ボールモードと、ボールモードが確か大会があって、で大会の他にも、幕末パンチラ格闘ゲームとかですね、お邪魔女の対戦格闘ゲームが動いてたり、ササリコ本能が動いてたりとかですね、ランマ2分が1が動いてたり、ボードゲームやったりですね、二度ほぐこの前やりましたし、お酒も飲んだりできる、お酒も持ち込んで飲んだりするっていうような形の8時間、本当にゲーム尽くしのイベントがありますんで、ビデオゲームが好きでボードゲームやってみたいなと思うやったら、そういうビデオゲームとボードゲームの共同イベントがあるようやったらそっちに参加した方がいいかなと思います。東京の方やったら代々木ゲームルーム、大阪やったらウェボですね。なんで3月14日はウェボの方にお越しくださいな。僕も行きますんで。さあ、またカードの順番、カードの説明をしていこう。このカードは、カードの効果を使うと、ベースを1個破壊できます。あのイベントいいよね。熊本でもやればいいのに。なるほど。熊本はきついな、確かに。しかも攻撃力使わずに、ベースを直接殴るぜ。そして、市場のカードをどっか1枚、処分できるって言ってるから、別に処分しなくてもいいけど、こいつを処分しよう。5を引いてったか。で、まだまだ使うカードあんねんな。このカード使ったら、対戦相手のカード1枚、除去できる。うん、そんだけか。1ポイント足りひん。このカード引いてくるか。あ、くそ、1ポイント足りんかった。今回はものすごくいい調子に回りました。普段だったら、撲殺されてたんですけど。トレード破壊か。ウェボって人いっぱい来るの？ウェボ毎回40人近く来ますよ。まあスペースも30畳ぐらいある、むちゃくちゃ広いスペースでやるんで、特に問題なく遊べると思います。やったーと。まあノーマル難易度で負けましたけど、ハード難易度で勝てました。おかしいなと。まあそれは当然なんですよ。このゲームは言ったら、そのここにあるカードプールなりですね、自分のカードプールによってある程度運によって左右されるんで、どうもありがとうございます。一戦では決着つかないのはあるんで、逆、何ラウンドかプレイして、優劣を競い合うっていうタイプのゲームになると思うんですよ。マジック・ザ・ギャザリングも大抵、4本選手っていう風な形のプレイも多いんで、あえて4本か、4本、4ラウンドプレイするっていう風な公式タイト、公式やったら確か 3ラウンドかな。ほんでから、ランクマッチ。花火上がってる。そうそうそう。なんかこの辺がなんかちょっとダサいっていうか。まあ、というわけで、まあ、音楽変わるゲームで、友達とプレイして何ラウンドかプレイする形になりますね。ほんで、今先ほど見てもらった通り、大体、10分あったら、1ラウンド終わります。ので、かなりペースが早いです。で、コメントにありました通り、徐々にカードのパワーが上がっていくんで、後半になるとそのスピード感が全然違います。だから最初ステーション強いの破壊できひんなと思っても、後半やったらもうステーション出した瞬間壊されるから、こういうステーションを破棄することによって効果を得るっていうカードを使っていくタイミングがあるんやけど、
山札が残り少ない状態やったら、いいんやけど、山札が残り多い状態やったら、敵に破壊されてしまったら、なかなかそのカードが使えないって形になってくるんで、ステーションいつ来るかタイミングもあるし、もちろんこういうカードのシナジーもあるんで、そのカードのシナジーが発生しやすいように、カードデッキをチューンしていく形になります。初めから勝てるゲームなんやけど、そのどん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 デッキをチューンしていって、相手よりも効率よくダメージを与えていける、相手よりも効率よくカードをピックアップしていけるっていう風にデッキを強くしていくという、デッキチューンの、メインにしたデッキビルドカードゲーム、まあ、デッキチューニングカードゲームというべきかな。このゲーム日本人プレイヤーたくさんいる？ないよいると思うてんのいや AI 強いから別にいいよじゃあその辺をちょっと、説明しましょうかね。まあ、今日紹介したっていうのが3月5日にこのゲーム拡張が出ます。今のところ5ドルで払ってもらうと、ノーマル難易度の AI と、そう順番にそうですね、ピーチャーをちょっと説明していきましょうかね。無料版でプレイできるのは、チュートリアルと AI の優しい難易度、ゲーム全体の展開をしている程度にしか遊べない難易度、そしてからキャンペーンモードでチャプター1ですね、6ステージそれぞれゲームの基礎は学べるようになってます。まあ、最初は体力低いようになってますけど、この辺でまあちょっとずつ増えてきて、で3番目になってくると、こっからあとは全然特殊なルールになってて、このミッション3やったらあえて1枚ずつカード使っていくんやけど、10枚か相手がカード使ったら勝利っていう風な耐久戦やけど、相手のデッキは初めから出来上がってるっていう内容ですね。でボスはパイレーツはカードピックアップ台どうこうしないんやけど、市場にあるカードを、2枚使ってきて、それとしてダメージを与えるっていう風な、特殊な戦となります。チャプター2になると、より難しい難易度が、ヒットポイント100からスタートする、100でスタートするっていう風な変わったプレイができます。ヒットポイントが100もあると、ステーションがすごく重要なんだよね。うん。ステーションはほら、どんどん溜まっていくから。まあ、ヒットポイント100もあったら、その、ゲームの終盤ですね、カードパワーが十分足りてるって状態か、さらにデッキも注意せなあかんっていう状況になって、より効率のいい、デッキのチューニングを求められるっていう状況になります。という形でどんどんゲームの、いろんな変わったシチュエーションで遊べるという風な機能がついています。で、あとはマルチプレイですね。マルチプレイはちなみにこの手数が3分と48時間が選べます。だから48時間で部屋上げといたら、とりあえず誰か対戦してくれます。で3分で部屋上げといて、待機しながら別のゲームするっていうプレイができないから、とりあえずメインは今のところの48時間がメインですね。なんでスフって日本で人気ないの？いや日本でめっちゃ人気あるで。ほら楽園追放とかあるやん。楽園追放とか出た時もめっちゃ友達ウキウキしてさ、うん、やっぱアニメの SF って強いなと思うわ。日本はアニメのクオリティが高すぎて、アニメと漫画とライトノベルのクオリティが高すぎて、SF なりそっちの方のジャンルじゃなくて、全部そっちの方のオタク趣味の方に、統合されてるんですね。だから大人気なんですよ SF は。正確に言うとオタク市民バリバリの SF が大人気で一応無料版でもこの、アカウントを登録すれば、アカウントを登録すれば、この48時間と3分のどっちかのモード、まあ主に多分48時間で部屋立っといたら多分プレイができるかなと思うで遊びます。だから無料でも遊べんのよ。でさらに直接チャレンジで相手のユーザーコードを直接打てば、プレイができます。だから友達と一緒に無料版ダウンロードしていてスカイプで、話しながら対戦するということもできます。
でそっからやる友達いないのでコペンハーゲン解釈で切腹したい。まあまあ、ディテール版を持ってって、遊ぶもよしだし、AI って結構強いんですわ、ノーマル難易度とハードランク。だから、このゲーム、ストアで5ドルで買うと、PC でも遊べるし、Android でも iOS も遊べるから、とりあえず携帯なりに入れといて、会社でポチポチやってって、で家帰ったら自分 の, そのデスクでプレイをすればいいと思うんよ。だからその辺で今のところ遊び相手には困らない。 AI が強すぎるから。で5ドルを払うとこのキャンペーンのチャプター2が遊べるようになります。あとこの AI のノーマル難度とハードランクが遊べるようになります。イージーはっきり言うとイージーデクです。もうミディアムとハードが面白い。自分は今ミディアムはああそれはあるにある。だからそれはやっぱそういうイベントにどんどん足運ばなあかんと思うんやけど、まあ僕姫路に住んでるんやけど、姫路やってまだ大阪があるからええんやけど、多分九州とか北陸とかなってくると結構厳しいんちゃうかな思うねんな。うん、そうなると、やっぱ土曜日と日曜日休みの仕事に就いた方がええと思うね。まあ、ぶっちゃけさ、ゲームやっててさ、土曜日と日曜日が休みじゃない仕事やったら、人生損してるというふうに言える。自分が今その状況です。だから、土曜日か日曜日が、休みの仕事に就こうと思ったらですね、今、オートマトンちゃんがゲームライター募集してるんで、オートマトンちゃんに入ってもらってですね、ガリガリと、まあ、土曜日、日曜日休みになりながら、ゲームにも、触れる。まあ、ゲームの仕事もできるっていう風なオートマトンっていう雑誌がありますんで、ウェブ雑誌がありますので、そちらの方にですね応募してみてくださいな。露骨に CM。 あとお金を払うとパスモードができます。プレイヤー1とプレイヤー2って形で手番順番に交代して遊ぶっていうのができます。だからとりあえず iPad なりですねタブレットを持ってって、こいつで2人でプレイすることもできますね。ラクダに乗ってる写真気になりました。あれ鳥取砂丘までですね、原付カブで行ったんよ。姫路から鳥取砂丘までね、確か片道100キロあんねんな。で往復日帰りで行って200キロ。原付で走る趣味やから。鳥取砂丘砂漠にラクダがいてさ、でそれ写真撮ってもらうってやつがあって、で写真乗って500円で写真撮って100円やったかな。さらにその近くにあるお土産屋さん行ったら、そのポートレートまで売ってるっていう。いいとこですよ。砂しかないですけど、砂となししかないっていうすごいとこですけどね。僕はドライブのその走ってる工程が好きなんですよね。うん、特に姫路から、鳥取砂丘まで29号線で走るんですけど、29号線が途中に戸倉峠っていう標高1000メートルの結構高い山があって、そっちを下るのがすげえ面白くてね。うん、まあさすがにもう体重がやっぱ130キロも超えてくると、もうダウンヒルやろうっていう気になりませんけどね、怖くて。まあそれは置いといて、でまあ5ドル払ってもらうと、一応その携帯でも、まあ別に無料版でプレイしてもらってもいいんやけど、48時間設定してねでもいいんやけど、やっぱゲームにより熟達したいって形で考えるんやったら、5ドル払って、まあ、ミディアムなりハードに揉んでもらって、こいつらのプレイングを見てですね、勉強していけばいいかなと思う。で、5ドル払ったら、さらに、3月5日に発売される拡張パック。法定速度。守ってるよ、ちゃんと。めちゃめちゃ時間かかるからな。で、3月5日になると、拡張パックが出て、4ドル払うと、追加で4ドル払うと、新しいカードですね。だいたい20枚以上カードが手に入った上に、さらにキャンペーンモードなりも、追加されますし、リーダーズボードも追加されるっていう風な形になりますんで、この機会にですね、興味持たれましたら、プレイしていただければ嬉しく思うところでございます。ちょっと待って、今、枠が映るところなんで、あ、失敗したっぽいな。
こっちが確かメインやからこれ消して、今ちょっとニコ生の枠移動中です。よし、枠移動した。はい、お待たせしました。じゃあ試しに、そうですね、じゃあ、どっかミッション1個なんか風変わりなやつやってみましょう。まあノーマル難易度は弱すぎるとありますけど、キャンペーンモードがありますんで、まあ、やっぱそれはさすがにお金払ってもらわないといけないって形で、お金払ってもらいやすいような作りにはどうも、和骨です。ありがとうございます。じゃああとミッションモードも結構面白いんで、ミッションモードもちょっと紹介していきましょうかね。とりあえずヒットポイント35の同じ状態からプレイ。まあこれやったらゲーム展開の、まあ、初期なり中期あたりを、サクッと楽しめるって形ですかね。サザエさんはスフだろ。サザエさんはまあ時間干渉 SF であるよね。どうしようと、デッキチューンも進めないんやけど、はステーション取れるうちに取っとくか。相手まだ攻撃カード引っ張ってないし、あ引いてきた。あまあ攻撃カードちゃうからいいか。例えばこうカードプール、相手のカードプール見て、これでまあどう考えてもこのカードを引っ張ってくるか、まあ引かないとステーション壊されへんってことを考えたら、最初のうちってステーション結構強いんよね。だから早めにステーション取っておきたいって気持ちもあるんやけど、ステーションの終盤ちょっとあっという間に破壊されちゃうんで、まあぶっちゃけて言うと、そのこのゲーム、まあ結局ところ言うと、そのある程度運の作用が強いから、何回かプレイしたらそのうち勝てるようになるってぐらいでちょうどいいと思うよ。市場からカード買ってきたときに、相手の方が優位なカードが引っ張ったと出てくるっていう時もやっぱあったりするから、くそー、エイ取られた。まあ、ベース2つ出せる状況ではあるけど、まあ多分無理やろな。まあこっちかな。あ、もう一個ピックできた。だからまあできりゃ、欲を言うとやっぱもうちょっとやっぱ音楽欲しいなって気持ちあるね。ダメージでかすぎだろ。まあとりあえず相手のヒットポイントが低いっていうのもあるから、まあとりあえずやっぱどんどん、まあ戦闘系のカードを引っ張ってくるっていう形で、それからさらにもエクスプローラーもどんどん処分して、強い攻撃カードを引っ張ってくる確率上げる。もう今のカードプールがあったら十分勝てるやろ。でほんま今日プレイするときに、その別の BGM、 宇宙アンビエントってどこ発祥なの？どこやろな。多分なんかの SF 作品、 SF 映画やと思うんやけんな、多分。よしよし、運が良かった。こいつでカードドローしてって、でこいつをピッカード引いてって、でから黄色の相乗効果でダメージが増えたって形ですね。うん、あれ嫌いやねん僕も。
何種類か欲しいよね。マーチとか欲しいよね。てかマーチが欲しいね、とにかく。まあ、チャプター1の最初のやつは自分の方がヒットポイント多いんで、まあ、ゲームの序盤なり、まあ、カードの基本的な動きを覚えてもらうっていう形ですかね。あ、ちなみにお金払うとハードモードが遊べます。ハードモードでさらに難易度が高いプレイができるんで、あの、言ったらミッションは、この2倍増える形になりますね。チャプター2はとりあえず、同じ状態でのプレイ。で、チャプター3、こいつがちょっと特殊で、相手は最初からこのカードを持ってきてるんですね。で、10枚ある形になってます。で、もともと最初から全部レベルが高いです。こういうのとか。ここクリアするのがほんま時間かかった。ただ自分は最初から、このカードがあるんで、このカードでどんどんカードの効率を良くしていかなくちゃいけない。ここは本当にクリアする前どうしてか分からなかった。ステーションガンガン引っ張ってくるしさ。あか。ステーション2枚もないしな。相手ディスカードできひんしな。ちょ、黄色で固めて、もうコンボでさっさと殺す。コンボ発生しろよ。で、相手が結構ステーション多いから、結局ステーション殺せるぐらいのカードを引いてこないと、相手のステーションにいいようにやられてしまうんで、もうちょっと強いカード欲しいんやけんな。毎ターン、まあ、コンボ発生しやすいにしとくか。きた、これや、これザ・ハイブ、これがほんまにやばい。あ、ザ・ハイブまだマシか。でもドローカードあるかんな。一気にカード引いてくるかんな。どうしよう。直接ピックアップできるカードもあるし、でもどうせ破壊できんからな。まあ、とりあえずコンボが発生しやすいようにしとくか。これも欲しいな。これ引いてこようか。あー、火力上がった。敵は1枚ずつしかカード引いてこないけど、これが出てる限り常にコンボが発生するんで、早くあれを処分しなくちゃいけません。で、今のところ自分はスカウトをどんどん捨てて、カードパワーを上げてるところですね。よしよし。豪華ステーション、ステーションあったっけ。ないな。ステーション引っ張ってくの意味ないしな。わあ、ステーション確保しとくか。
ットポイントだと6しかないからな。次だ、死ぬんちゃん。危ね。死にそうやった。で、この、ユーメイ、望めばって形で書いてるから、必ずしも捨てないといけないってわけじゃないんですよね。そういう点で、使うときに必ずカード捨てなくちゃいけないってことがあるから、それだけ知ってればだいぶ楽になります。よしよし。ステーション2枚引いてこれるかな。死にそうで怖いねんな。相手の引いてきたカードによっては死ぬ。まあステーションじゃなかったら、よし、ああ死んだ。お前まあこういうちょっと特殊なルールで遊べるモードもあるんで、なんか腹立つな多分ここが一番時間かかると思う。ここでどうやって勝てばいいかっていうのを悩んでもらったら、多分そのデッキの育て方なりですね、ステーションがどんだけうざいかって分かると思う。うん、まあ、こことここはある程度運抜けできるんで何回かプレイしたできるけど、ここは本当に考えていくと、このゲームの魅力、デッキビルドカードゲームじゃなくてデッキチューニングカードゲームであるっていうのが、分かると思うんで、まあ、ぜひとも無料版で遊んでもらって、で気に入ったら5ドル払ってもらって、でさらに5ドル払ってもらってハードランクの AI と何度もやり合って、そう、このキャンペーンのこのモードは相手は通常のプレイじゃなくて、もともと決まってる10枚で遊ぶっていう形になってて、でこれが言ったらそのグローブのカードを全部持ってるんよね。だから必ずカードシナジーが発生するから、こいつは1枚しかカード使わへんけど、ステーションが出てる限り必ずそのシナジーが発生してボコボコに殴られるんですわ。なんでこっちは初めから持ってるこのトレードポットを使って、こいつをディスカードでどんどんこのスクラップ、スカウトをスクラップしていって、バイパーをスクラップしていって、強いカードをピックアップじゃなくて、ハンドにできるように、していかなくちゃいけないんよね。だからこのチャプター3が多分このゲームのポイントじゃなくて肝が全部入ってると思うから、まあぜひとも無料版で遊んでみてください。で気に入ったら5ドル払ってもらって、まあよりまあ難しい、まあハードランクの AI でボコボコに殴られてみたりとかですね、キャンペーンモード全部クリアして、ハードランクに挑んでもらうっていう形で一人でもかなり遊べるようになってます。まあゲームの元々作りがよくできてるから、一人でも遊べるってのは大きいですね。でまあ友達がいればですね、まあスカイプで話しながら3分で部屋立ててですね、チャレンジ入ってもらって遊ぶっていう形で、していただければいいかなと思う。まあ単成じゃなくて3分じゃなくて、まあ48時間でもいいっすけんね。まあ野良じゃなかったら48時間でもいいと思う。んで、まあ遊んで、5ドル以上遊んだっていう形で実感された方はですね、まあぜひとも、3月5日にリリースする、スターレルムズの、ギャンビットエキスパンションが4ドルで出ますんで、そちらも買っていただいて、で、より、まあキャンペーンじゃなくて、キャンペーンモードも2つ、チャプターが増えますし、まあカードも20枚増えるって形で、より、激しい遊びができますので、さらに、多分その時になったら多分いっぱいここに、人がある程度入ってくると信じたいんで信じたいですし、まあ、リーダーボードもありますから、まあ、競ってもらうもよしですし、いろいろと特典がありますので、詳しくは公式サイトの方を読んでいただいて、まあ、どんな恩恵があるかっていうのを見ていただいて、そして、まあ、5ドルと4ドル、払っていただければ嬉しく思うところでございます。よろしくお願いします。それでは、本日はスターレアムズ、こちらで、紹介を終了させていただきます。じゃあ録画止めますね。